先月2日にリリースされました爆竹の最新シングルロマンスのミュージックビデオをご覧いただきました。アップでしたね、桜井さん。もう振り向いてました今かなと思ったんですが、さてここで皆さんからのお便りちょっとご紹介したいと思うんですけれども、松島さんからいただきました。ロマンスに関する質問なんですが、ロマンスのミュージックビデオの時の爪、自分の爪でしょうか、それともつけ爪ですか。自分の爪だったら頑張ってあそこまで伸ばしたのでしょうか。いや、つけたんですけど、まあ、言いますと、まあ、つけ爪であると。はい、大変ですね、女の人は。そうですね、あそこまではちょっと伸ばせませんよね。女の人でも伸ばせないと思いますよ。爪自体が皆さん器用だなと思います、ね、トイレも行けませんでした、あの時は。そうですね、ご飯も食べれないんで、星野秀彦に歌詞割ってもらってあーんってしてもらいました。うわー、想像が美味しいって言いました。美味しいってちゃんとだそうです。でプロモーションビデオでは、血を吸いそうでしたけれども B 型の血なんかいかがでしょうか。大好きです。特に B が好きです。特に B がお好きだということですよ。続いてこちらです。面白い、スイートハニーさんからいただきました、作詞で行き詰まった時は何をして気分転換していますでしょうか。猫と遊びます。猫飼っていらっしゃるんですよね。あのホームページにも可愛い猫の写真がたくさん載っていましたけれども。可愛いです。可愛いですね。行き詰まるも何もあの邪魔しに来るんですよね。遊ぼうと、飲むから遊んでくれる、で行き詰まります。リラックスするというよりも邪魔されて行き詰まってしまう、ちなみに猫ちゃんのお名前難しいですけど、チビ。チビ、かわいい。で、ツバキ。ツバキちゃん。ツバキ。かわいい。あと、カヨルです。あ、3匹飼ってらっしゃる。そうですよ、ちょっとね、貴重なお話伺えたかと思いますけど、この家の猫とか犬の名前聞くほどつまんない時ないですよね。いやいや、そんなことそんなことないですよ。同じ、ね、名前つけちゃおうって思ってる方たくさんいらっしゃるかと思います。続いて大学生の宮城さんからいただきました質問です。桜井さんは愛についてたくさん歌ってらっしゃいますけれども、純粋な愛、歪んだ愛、守る愛、壊す愛と様々な愛の形があるように感じました。ちょっと深いんですが、桜井さんにとっての愛とはどんなものでしょうか。深夜ですか。深夜ですから大丈夫です。深夜ですか。はい、放送できないですね。今言いたいことは、できる範囲で聞きたい。いや、やっぱりあの、自分も日々勉強なので、はい、報われようと思わず、与えるという感じですか。はい、そう言ってしまいました。愛とは与えるものである。うわー、いいですね、まあ、それ、はい、だそうです。かっこいい。大丈夫ですよ。さてさて、アルバムのお話に行きたいと思うんですが、4月6日に13から月光リリースされますね、はい、そこでこんなお便りいただいています。13回は月光はゴスがテーマですね。今井さんから桜井さんへの愛を感じます。最初にゴスがテーマって聞いてどんな風に思いましたか。雑誌とかでも言ってるんですけども、意外に思いました。自分のソロで結構ゴスの、本場のゴスの人たちとセッションといいますか、曲をもらってやったんで、もう一回本気でやるのっていう意外さがあって、お前は本気だったらしくて、じゃあ乗ろうって、本気で行こうって感じで、
で自分が好きな世界なんで、とことん行こうと思いました。そして4月から全国ツアーが始まるということで、初日がなんと群馬音楽センター、この群馬のファンにとって嬉しい限りなんですけれども、やはり地元高崎でライブするというのは気持ち的には熱いものがおありでしょうか。そうですね、まあ隣の藤岡なんですけども、やっぱり活動してたのが高崎なんで、府警参観日みたいな感じですかね。どんなライブになりそうですか。いやもう府警の視線は気にせず、府警の視線、18歳以下のお断りぐらいなライブですね。どんなライブなんでしょうか、ちょっと想像がつきませんけれども、楽しみですね。ぜひちびっこも来てほしいって。あれ。それでは最後になりますけれども、群馬のファンの皆さんに桜井さんから一言お願いいたします。皆さん口ですか。はい。群馬の人、悪い人はいません。たまにいるかな。でも、やっぱり愛しております。健康に気をつけて会いましょう。ということです。本当に今日は楽しいお話ありがとうございました。いえいえ、もうライブ楽しみにしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。